はい、ということで今回はレジェンズのね、大会に参加します。はい、してます今。でこれ初戦なんですけど、トーナメント形式でタッグの試合大会になってて、で今ね、あの相方が1戦目この相手のタッグの方の相方と戦って負けたんですよね。なんで僕はこの人に勝った後にその相方を任した人に勝たないと、もう1回戦負けで終わります。いや頑張りたい。で相手ソンパか、赤あんま強くないんで、これ人造はかなり輝きそうですね。ソンパというか悟空パかな。これできます。お願いします。で、あとなんだっけ相方さんと戦った動画多分上がってると思うんですけど、あの3試合やって全部悲しい結果になったんですよね。俺が勝てんのかまして、ボコボコにされたんですけど、まあそんな感じで上手い人がね、いっぱい参加されてる大会です。あのね、多分この動画上がってる日に上がった動画で僕がボコボコにされてる人が相方です。ちょっとラグいな、これ。下がって、とりあえず特殊で見て、被せれたら被したいけど。ここ、あー、跳ねると思ったんで、あ、入った。ラッキーラッキー。で、即射撃。普通のね、これ入ったね、特殊なんで。普通のレートよりやっぱりね、あの、猛者っていうか上手い人が揃ってるんで、めちゃくちゃ強いです。で、メインでとりあえずデバフ全体かけといて、いやー、怖いな。タックルか。まあ、いいや。とりあえず流して。まあ、見えてるけど、正直タックルだけ、タックル回避だろうけど。はい、して。これ、ずらしアーツ入ると思うな。いやー、うまい。うまいな、それ。ずらし回避、ちゃんとあれしてんの。まあ、とりあえず16号で受けましょう。悟空3。うわー、マジか。外してくんのか。めっちゃ欲張る。うわ、危ない。めっちゃ欲張ってんじゃん。危な。16号の。強いところしっかりと射撃入るよ。でかい。でこれライジング通ると思うんだよね。レジェロ帰ってきてないでしょ。いや帰ってきてんのかよ。いやマジか、マジか、つら。いやー読まれるか、めんどくせえ。やめてねライジング、危な。3番、あ、いやこれ多分耐えると思うな。18号、ひだめカット乗ってるんで、あとワンチャン読める。レジェロは特殊余りがちなんで、あ、必殺か。いや、多分耐えると思う。赤いないんで。耐えろ、耐えろ、耐えろ。ひだめカットあるんで、18号は。あぶねえ。ナイス。で、待機カウントがないんで、とりあえず居座って、時間稼いで、ここで出しましょう。はい、見えてる。あー、即圧か。まあ、とりあえず見えたんで、セル変身させましょう。相手、のライジング打ってるんでね、もうセルの変身はいいかなと。早めに変身させて火力出していきたい。よしよしよし。で、あれ待って、これメイン使ってないよね、まだ。どうだっけ、わかんないな。とりあえずずらして、回避見て射撃。うわー、しっかり受けてるか。あ、ただこれ踏ん張り削ったのめっちゃでかい。あ、見られた。けど、あー、怖い。射撃。いや、大丈夫、大丈夫。これ、遅い回避しか取られない。あー、射撃あるか。しっかり。してる。タックル来ないね。いやー、ちょっと、怖い、危ない。いい声、回復して。ずらして射撃。入らないね、全然。タックル来ないかな、タックル来ないか。いやー、これちょっと欲張ってさ、打撃しかないんで、前裏で。あー、タイミングずらしたんですけど、普通に、速攻行ってよかったね。まあ、とりあえず16号で受けましょう。悟空3来るか。いや、待って、初戦負けしたくないんだけど、これ、究極耐えないんで、セルですね。いや、マジ、気絶はやめて。クリティカル入ってる、やばい。ライオミからの気絶は、さすがにやめてほしい。あー、もう終わった。嘘じゃーん。マジかよ。いや、これ、18号残した方が強いからな。ライオミ気絶、やば。オッケー、眉裏だけ帰る。過失上しかないよね、こっから。で、打撃が欲しいんだよね。コンボが、いや、止まるな、これ。打撃引ければ、あー、引けないか。あ、ライジング溜まったわ。いや、ただこれな、ブルー悟空に、あー、マジか、欲張ったんですけど。いや、ライジング打った方が良かったかな、今。かぶしたい。必殺かぶして落とせれば、めちゃくちゃ、あと、あー、ちょっと今必殺かぶせ狙いすぎた。うわ、マジか。
ちょ、1回戦負け嫌だな。これ落ちるよね。あ、雷神か。まあ、読めばって感じかな。ちょ、マジ読まれたしさ、気絶引いたんで、さすがにこれは読んでも文句言えないと思う。頼む、マジ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 。頼む。よし、でかい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 。でっか、これ。待って、あ、射撃ないわ。ちょ、なんでタックルした今。あ。いや、これ全然ある。まだ全然ある。いや、これ避けないといけない。通常で抑えて、これ、ライジング直当てしつつ場に回復したい。そうすればまだワンチャンある。あー、オッケー、なんか入った。前裏射撃かと思ったらなんか、跳ねてくれたんで入りましたね。ライジング直当てした。オッケー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 。あぶねえ。よし、こういうことしていかないとね。やっぱ読まれたし、気絶引いたんで。で、これ直当てしたい。単発止め、通常、ずらして射撃。お互いずらし射撃か。相手も射撃ない感じかな、手札。ちょ、ライジング直当てしたい、マジで。避けてくれない？避けてくれない。あーぶーわ。怖い。あー、今タックルかぶせできたなー。もったいねー。オッケー、ナイスー。うますぎ。ちょ、読まないでね、マジで。頼むよ。いや、もう。二回読みに気絶はさ、犯罪でしょ。待って待って、通常で落ちるわ。危な危な危な。何跳ねてんだ。跳ねた、これ射撃で。一回使わせる。待って、時間やばい、時間やばい、時間やばい。待ってね。射撃打った方が良かったかもしれないな。まあ、いいや。ここで射撃、射撃。いや、大丈夫、大丈夫。あ、即圧か。まあまあまあ。いや、大丈夫と思うけどな、さすがに。落ちないし、コンボもうないでしょ、手札。究極打つでしょ。いや、大丈夫、これ究極で縛れてる。危な。勝ったんだけど、あの逆境から。逆境ぐらいの怪人もびっくり。勝ちました。オッケー、危ねえ。これ、ヨダメ行ったら負けてたのかな？どうなんだろう。あっぶね、マジで。はい、勝ち。やっば。はい、ということで、2試合目、まあ、1回戦目の2試合目ですね。相方がこの人に負けたんで、僕が勝たないといけません、これに。お願いします。相手は未来だけど、まあ、どうだろう。未来、どうなんだろうな。ベジブルがいないんで、なんだろう。16号が輝きにくいというか、これザマス出てくんのかな？いや、さすがにないか、18号いるから。まあ、ベジータ、セル、ロゼが安牌だと思うんですけど、相手。いや、マジで、俺のことあんだけボコボコにしといて、ちょ、いや、いきなり負けないでくださいよ、マジで、相方の、ね、最強の方がね。お願いします。いや、マジでこれ勝ちたい。勝たないと初戦敗退です。はい。あれ、言ったっけ？俺、冒頭かなんかで話してないかもなんですけど、この大会ね、賞金がなんとね、まあ、総額賞金が10万円っていうね、毎月開催されてる大会なんですよね。僕初めて出ます、ちなみに。誘われて。やっと初めて参加しました。いやー、まあこれ打撃ないんでしょうがないよね。うん。まあ、これ爆捨てしたらコンボ確定でしょ。爆捨てして、オッケー。で、どうしよっかな。とりあえず火ダメアップつけて、まあ必殺でいいかな。いや、打撃も打ってたんかい。計算できないんですよね、僕こういう緊張してると。あ、怖い怖い怖い、何？何それ？ちょ、何それ？いや、大丈夫、さすがにライジングはない。まあ、来ても、セルで受けれる。ただこれ、ベジータ経由でそう、このセルで特殊持ってきて、ロゼでリロードするっていう、流れがめっちゃ強いんだよな。16号いないんで、これセルもあんまり削られたくないんで、16号帰ってくるまでは18号でいきます。よしよしよし、これで16号で。あ、マジか、コンボ1のか。じゃあ18号で座ればよかったよ。あー、もうちょい早くてよかった。危な！ドカバキ！これ10万円ね、稼いで。今月働かないでいいかなと思って。はい。とりあえず射撃打って、ボール欲しいな、ボール。今、最速だった。ちょ、全然見てなかった。ちょ、前裏できないんだけど。なんでー？なんでー？
いや、耐えると思うよ、それはさすがに。無理かな。あぶねえ。単発避けて、多分通常しに来るんで18号変えて、時間稼いでもらいましょう。危な危な危な、怖い怖い怖い。さっきこれでアーツ打ってきたからね。あ、跳ねてんのか。まあ、回避アーツ一応狩るか。してないよね。即アーツか。即アーツ多いね。いや、それは舐めすぎ。セルの守ってくんだ。え、多分でも裏のキャラで言っても、16号は落ちないけど、セルで言ってくんだ。いや、それはマジでライジング無駄にしてるよ。多分ロゼも余裕で耐えてるけど、セルで言ってくんだ。で、回復しますからね。はい。タックル打撃 OK。で、これはもう帰ってくる前にライジングでいいかな。ベジータも鬱陶しいんで、ライジング行きましょう。必殺で、ちょ、読まれないでほしい。さっきの試合2回読まれて気絶引いてるからね。さすがにもうやめてくれ。よーし、でかい。これで一歩リードですね。セルの救出も残ってる、踏ん張りも残ってるんで、これはでかい。で、下がって、ここで射撃入るよ。OK、通常しに来るもんね、バレバレ。で、しっかり通常で時間稼いで、18号出す、特殊み、もう、待って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 、マジでマジで。ちょ、十、もう、マジかよ、速攻射撃撃ってくるんかい。まずい展開ですね。まあ、とりあえず変身もらって、まあ、即射撃でいいかな。最速は取られないんで、ここやったら。いいよいいよいいよ。あ、射撃まだあんのか。ちょっとこれ欲張りましょう。一回外して、ここで回避を見れます。OK、完璧。で、ここも外します。いいね。欲張りがしっかり噛み合って。あ、打撃打てたかな、今。もったいなかったかも。即圧入らない。それはいいや、ボールだけでもらう。いや、必殺のボールのが良かったかな。まあいいや。中距離射撃？前裏打撃行こう。オッケー。ぴょんぴょんしてくれたんで入りました。さあ、2周目見えたんで、ほぼ。ある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 。で、これ何してくんだろう。手札ないと思ってるとかない。あー、俺ね、さっき朝かわかんないけど、動画上がったと思うけど、この対面ね、アーツをしちゃうんですよね。手札ないと思ってると思って、回避入れないと思う読みで、意味わかるかな。やってるんだけどさ、めっちゃ最速取られるんですけど、やめた方がいいのかな。なんか、レートでは、あんま最速取られない気がするんですけど、やっぱ上手い人とやるときは、刺さんないのかな。あー、ブーね、バックステ入れて。はって跳ねたけど、射撃ない。変えた射撃。速圧、オッケー。速圧多いね、この人。で、必殺にボールついてんの、これさ、さっき使えばよかったね、本当にね。もったいないことしたね。気力減ってるしね、ロゼで。もういいや。で、これ、ライジング直当てできれば、直当てしたいな。で、しとべ。直当てしたい、ライジング。うわー、特殊あるかー。やばい、これ。いや、大丈夫、16号いる。うん、オッケー、オッケー、オッケー。これはさすがに耐える。いや、大丈夫、大丈夫。いや、それは余裕で耐える。いや、大丈夫、大丈夫、オッケー、オッケー、オッケー。全然耐える。オッケー、オッケー、オッケー。よし。いや、こうなってくるとさ、ライジング打つのなんかちょっともったいない気してきたな。もったいなくね、これにライジング打つの。いや、なんかちょっと良くないかもしれない。いや、ちょっと待って、打った方が良かったかも。いや、なんか今の体力のセルに打つのもったいなって思っちゃった。ライジング直当てします、こいつに。オッケー。はい。で、うわ、必殺引いた、でかっ。この必殺は強い。今打ったばっかなんでね。よし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 。あぶねえ。いけそうかな、これは。はい、使わして。OK、通常で止めれるのでかい。これで16号で究極持ってきて、射撃で落ちたら嫌なんで、バック捨てから究極が確定じゃないこれ。OK、潰した。あぶねえ。やば。いやー、うまい人ばっかですね、やっぱり。いやー、怖いなー。はい、ということで、大会の動画また上がると思います。お疲れ様でした。